こんにちは。微妙な時間に配信してます。髪の毛も適当元気ですよ。みんな来てくれてありがとうございます。よく気づいたね。そっか、あれが来るのか、通知が来るのか。聞こえてる？聞こえてますか？通知できました。じゃあ、ありがとうございます。みんなは元気？前髪伸びてきた伸びた、めっちゃ長い。久しぶりのショールームか。まあ、いつやったか覚えてないけど。いつも突然始まるみんなちゃんと自宅待機してます？めっちゃいい天気だよね今日。シナは元気です。お仕事の人もいるのか。コメントを見ましょう。明日18時以降から10期生の個人個別配信が始まるってやって、みんな過ごししたら夜勤です。頑張ってね。こんにちは。学校も春休みのめたし、バイトもないので暇です。でもみんなあれだよね、学生の人とかは暇な人多いのかな。つもりはやってないです。まず持ってないから。ゲーム昔食べる。仕事中だからバイバイ。頑張ってね。ゆうゆより若い10期メンバーとは仲良くなれると思う。わかんないプリッツ、ゆうゆはあれ、うん、高校生、新年度高校生。遅いのにお菓子とか食べるんだね。めっちゃ食べる。家にいるとなんか食べたくなっちゃうの。だからお菓子を食べます。ダッシュできました。ありがとうございます。見て、髪の毛お団子、今日は適当適当に髪の毛あげちゃった。
じですよ。ありがとうございます。なんかさ、まあ、インスタで質問募集したんだけど全然答えられなかったから、また質問募集しようかな。と思ってます。今回はたくさん答えられるように頑張ろうと思ってます。だからまた質問箱しようかな。面会したいですインスタで募集してショールームで答える、前やってたねそれ。今日もお綺麗ですね。ありがとうございます。これ変えたんだ、ネイル。結構前、でも結構前に変えた。可愛くない？またインスタに載せるね。写真は撮ったんだけど、また載せます。これミラーネイルっていうの、ここの半分はめっちゃ可愛い。ちょっとおしゃれな感じじゃない？ちょっと大人っぽいのかな。あんまガラガラしてない感じです。小指キラキラしてるやつ可愛いよね。気に入っております。みんなお家で何してるんですか？センスが素敵だって、それは嬉しい。ありがとうございます。YouTube ね、しのもめっちゃ YouTube 動画見たりしてる。いいな、あつ森。しのもね、欲しいんだけどね。悩んで買うのやめちゃいましたね。トッポじゃなくてプリッツ。自宅警備何してますか？フィットネイルはフットネイル。足はねしてない。今は夏はしてるよ。あ、ネットサーフィンめっちゃする。通販ずっと見ちゃうし、わかる。ネットショッピングはしちゃうよね。しのもサイトすごい見てるね。
昨日のさ、金曜日の午前中にアンパンマンやってるんだけどテレビで昨日のアンパンマンはなんと推しの赤ちゃんマンが出てまして、まあ、きっと見た人はいないかなと思うんだけどめっちゃ可愛かったっていうそれだけそう昨日はそう赤ちゃんマン出てそう推しメン登場したのママも赤ちゃんマン出てるよって言って見ましたね。推しメン登場しました昨日アンパンマンに。久しぶりって久しぶりこんばんは2020年度もよろしくねよろしくお願いします。プリッツはね、なんだっけ、サラダじゃなくてトマトみたいなやつ。お家で何してますか？なんかネットフリックスとか Hulu とかあるじゃん。見たり YouTube 見たり。最近はまたちゃんと筋トレを始めたんですよ。お家にいる時間が長いからしてる。いいでしょ。Hulu入ってるよ。Hulu もNetflixも入ってる。昨日誕生日でした。おめでとうございます。ハッピーバースデー。なんか飛んでる。腕立てはしないかな。腹筋とかはするけど、Amazon プライムは入ってないです。アナ版ってあなたの番ですだよね。ちょっと見たことないんだよね。ちょっと怖そうだから見れない。だから一回も見たことない。そう、怖いの苦手なの。だから見れないんですよ。料理はね、最近はしてないかなって感じ。最近はしてないかな。
意料理と言えるものはないかな。ハンバーグは作ったことない。昼夜逆転してないよ、シーノは。昼までは寝てないかな。親子丼作るのね、簡単だった、意外と。料理の写真見たいなって。なんかあんまさ、うまく撮れなくて、そう、まだないんだよね、写真が。だから上手にできて見た目もいい感じになったら撮るね。そしたら載せる。プリッツのお供は、シナは今レモンティーを飲みます。ここにあるレモンティー飲んでる。料理配信はしないかな。あ、トロトロに仕上がったってか、なんか一人じゃなくてママも隣にいたんだけど、そう、ママに教えてもらいながらやったからうまくいきました。うん、普通の紙パックのやつ、そのまま飲んでストローさせて。めっちゃ美味しくできたよ、それ親子丼。最近ハマってる食べ物か。なんだろう、あるかな。今ないかも。こればっか食べてるなってものはあんまないかな。料理ができて損することはないから。そうだよね、頑張る。ボサボサ。最近ヨーグルト毎日食べてるよ。え、シナは毎日食べてるヨーグルト。一緒だね。朝ごはんにヨーグルト絶対食べるかな。花嫁修行。でもさ、料理めっちゃできるってさ、なんかどこまで行ったらさ、そうやって言っていいのか分かんなくない？なんか何も見ずに作れるとか、なんでも。レシピなしね、ほど遠いね。一つでも作れたら料理できるって言っても、じゃあもうできるよ。
得意料理はないです。今はね、カレーでもね、ちゃんと見たくなっちゃうね。一応あ、スクランブルエッグならいける。昨日誕生日でした。おめでとうございます。おめでとう。ハッピーバースデー。みんな結構料理するんだね。すごい。自分が食べて欲しければ良い。それはそうだね。皆さんの中で誰が一番料理上手？誰だろう？わかんない。みんながどれぐらい作るのかわかんない。料理配信してるメンバーたち。そうなんだ。お、みんなニシって言ってる。でも一人暮らししてるからね、作ってそうだよ。西くんちはまだ行けてません。まだ行けてないよ。日本食料理、中華料理、フランス料理、イタリア料理、全部じゃん。それもすごっ。しーちゃんはどんな人がタイプですか？難しいな。どんな人がタイプですか？マッチョ。マッチョじゃなくていいかな。かゆい。なんか優しい人、おしゃれな人は、そう、おしゃれな人がいいかな。イケメンでしょって。おしゃれさ。近所の桜は綺麗だった。今めっちゃさ、テレビとかでも桜めっちゃやってるよね。満開みたいな。桜見？桜見じゃない、お花見行きたいんだよね。
いやりがある。これさっきの話か。あ、クマありがとうございます。クマ、他のグループで仲いいメンバーはいないかな。お花見でリッツパーティーしたい。あれ、なんか上に乗せるやつ、なんかいろいろ違うかな。ビスケットみたいなやつだよね。そうだよね、いろいろ載せるやつだよね。久々にくましいちゃん見ると旧規制誰と仲いい。誰わかんないけど、髪触れの子は一番一緒にいる時間長いから。お花見の屋台でいつも何食べる？なんか今まで本当になんかお花見っていうお花見したことないの。なんかその散歩がてら桜見るみたいな感じだから、なんかそんな屋台とかね買ったことないんだよね。乗せるだけならかった。しーちゃん女の子のファンが多そう。どうだろうね。でもなんかインスタのその質問箱した時には結構こんなにその質問箱書いてくれる女の子いて嬉しかったです。お祭りでは食べるけど、でも去年もお祭り一個も行ってないんだよね。だからでも好きなのはそうベビーカステラ好きだし、そうなんだよ。シナ元気元気だよ。あの初詣行った時にベビーカステラを食べた。多分インスタに載せたかな。その時に食べたよベビーカステラ。載せたよねきっと。うん載せてる。アンパンマンのベビーカステラ。人混み苦手？まあ好きではないね。シナめっちゃ花粉症。どうやって見んだっけ。見れなくなっちゃった。ん？あ、なくなっちゃった。なくなっちゃった。またやります。
前まで残ってたんだけど1週間経ったからかな、消えてた。またやります。ヨーグルト花粉症に効くらしいよ。そうなの？私のずっと食べてるんだけど、なんかあんま良くならない。ドラマとか見ますか？ドラマは見るよ。でももうすぐあれだよね、次のなんていうの、次のシーズンのドラマ始まるよね。いろいろ何やるかあんま分かんないけど。消えてました。うん、24時間より残ってるの、なんか残ってたの 2,3 日ぐらいは。それで返してたんだけどなくなっちゃった。ドラマって始まる前にチェックしたりする？あんましないかな。なんか普通に1話目とか見ていろいろ面白そうだなっていうのを録画して、これその次も見る。そうだよね。でも今ドラマとかねロケとかねできないもんね。アニメは見ないな、全然見ません。インスタチェックするね。ありがとう。見てください、ぜひ。映画も公開延期とかになってるね。そうなんだ。全然知らなかった。ファッション誌で定期的に見てるのは何？めちゃめちゃ見てます。いっぱいありすぎて、ビビーもキャンキャンも JJ とかノンノンとかレイとかめちゃ見てる。たくさん見ます。最近映画ね見てないね、全然見てない。なんか見たか、ブルーのワンピン似合ってたねって。ありがとう。昨日だっけ、昨日その前に載せたやつか、最後のアップビートウィークの時に着てたやつ。春服も結構ね買ったよ、買ったけどまだあんま出かけられる時がないから着れない。橋本環奈さんのゼロキス良かったよ。それ見たよ、見たと思う、その映画。スキーのおしゃれ番長になりたいから頑張ってます。しーちゃんに会いたい。いつ会えますかね。ブルーなんて珍しい色チョイスしたでしょ。黒とかもあったんだけど、なんか結構長めで黒だと重たい感じになるなと思って、そうちょっと青を選んでみました。工業高校マーチングバンド部、わかんない、見てないです。憧れや目標としているモデルさんとかはいる？シナはずっと大好きなのは前田のぞみさん。
が好きです。憧れ、リスペクトしてますね。お素敵だったよ、ありがとう。インスタ見てるけど萌えですわ。そう、前田のぞみさんが好きです。ズボンコーデ、しのもね履きたいんだよ。そう、パンツコーデね、挑戦したくて、挑戦する。楽しみにしてて。美人か可愛いどっちが嬉しい？どっちも。欲張りだから。あ、そう、ハーガールしてた。スケールしーちゃんが一番美人さんですよ。ありがとうございます。何歳まで年上大丈夫ですか？何だろう、何の大丈夫かな。僕は小松菜奈さん。わかる、可愛いよね。6時までやります。6時になったら終わります。パッセに行ったりしますか？うん、あんまり行かないかも。たまにだけ、たまにしか行かない。私の唇舐めるの癖かもしれない。保湿大事よ。そうだよね、リップね、ちゃんと塗らないとね。リップ塗ってるよ。今日コナン見ますか？コナンはしな、全然見ないんだよね。テレビつけててやってたら見るくらい。おでこ出し似合う？
私のおでこ狭い方なんだよね。何センチまで高さのヒール履けますか？ちょっとあんま履かないかもしれない。厚底とかならあるけど。あ、恋の根拠聞きました、ありがとうございます。みんなもいっぱい聞いてください。今桜満開ね、しのもテレビで見た。この間珍しい青色のワンピ着てたね。珍しいでしょ、かわいいよね、ジュエティのワンピ。好きな色はね、ピンクだけど、服ではあんま着ないかな。で、今は着てるんだけど今は着てるんだけど、普段はあんま着ない。お腹いっぱいになってないよそう、今んとこ大丈夫ですだと思ってる煩わせます。また出演したいのみたいです。シナもまた出演したい、楽しかったから。服だと白色多めよね。うん、多いかも。白黒が多いかな感じ。たまに1個だけ色物とか入れるとおしゃれに見えるしいいよね。最近配信中にくしゃみした？してない。今日はなんか新鮮？嘘。お家でお酒飲んでる？でも前よりは飲まなくなったかも。たまにだっけ。ファッション。最近は。私たちも仕事が停滞してますわ。こんにちは。お肌ツルツルだね。本当？ありがとうございます。また振り袖着たいと。でも着たいな。撮影とかしたいですね。袋は左右対称？ここ？ここしかないです。ファッションはテーマで決めてますか、それとも直感ですか。なんか一個これ着たい、この例えばトップスだったらこのトップス着たいって思ってそれに合わせたりすることが多いかな。その日に決める。でもその日の気分で。配信場所、今日はいつもと
違いますね。成人式の振り袖しーちゃん良かったですよ。ありがとうございます。めっちゃ可愛かったよね、あの振り袖。とっても気に入ってる。右にはないです、同じ選び方。外出ない日はこれも部屋着スウェット着てる。振り袖の写真壁紙にしてる。おー嬉しい、ありがとうございます。お店で買うなら試着は何着もするタイプ。でも試着は結構するかな、ちゃんとサイズ感とか、なんか飾ってあるのと自分が着るのとなんか見え方可愛さとか違うし、着た方がいい時となんか見てた方が良かったなっていう時とかあるから、できるだけ着ますね。 T シャツぐらいだったらいいけど。服を選ぶ基準ってある？なんだろう、基準か。でも買う時は結構これみたいな、何で直感っていうのかなで選ぶかな、自分の。あとはちょっと変わったものとかも好き、あんまり人と被らない感じとか。単品で買う、フルコーディネートで買う、どっちもある。なんかもうセットでこれにはこれ合わせて着たいから両方買う時もあるし、このと単品だけで可愛いからって思って買う時もある。試着したら断りにくいとか、でもそんな試着して断る人は多分たくさんいるから大丈夫もったいないから自分が納得したものを買う。即決できる、買うの悩む。物によるかな。でも物によるかも。でも今年ってか今回も結構ちょっと何一目惚れで買った春服とか結構たくさんあるから、ちょっとまた披露したいと思います。ネットで買うとサイズ感失敗がなんか、なるほどね。でもシナはあんまりなんか例えば思ってるよりサイズが大きかったりちっちゃかったりしても、まあこれはこれかと思ってそれをなんか上手に着こなせるように考えるかな。だから失敗とは思わない方がいいかもこれはこういうやつだなと思ってやる。色違いで買うこともあるかな。ネットショッピングで失敗したことはねないかもしれない。自分が多分ね失敗だと思ってないのかもしれない。着れなくなった服はでも結構残ってる。もうこれあんま着ないなと思ってもなんかいつか着るかなとか思って結構残しておいちゃうタイプ。ポジティブ前向き。でもなんかさ、ワンシーズン着なかったらきっと次にまた新しい服とか出てくるやん。だからきっと着ないんだろうなとは思うんだけどね。また新しいのさ欲しくなっちゃうじゃん。そういつか着るかもできない説あるんだよね。
高くて好みのものと安くてそこそこのものどっち選びますか。どっちだろう。どうだろう。高くて高いのにもさ、どれぐらい高いとかあるじゃん。そんなにだったら買うけど。でもシナはそういうのを考えるのが好きだからいいんだけど。今狙ってるアイテムある？狙ってるアイテムか。でもね、いろいろ欲しいんだよね。結構なんか通販とか見てめっちゃ何枚もスクショとか残してあるんだけど、そう。でもなんか悩んじゃうと、なんか通販だとまあまだいっかとか思って放置しちゃう。しーちゃんは古着屋さんで買わないタイプに見える。ああ、でも古着屋巡りとかもしたことあるし、でもあんま買ったことないかもしれない。古着はでも好きだよ、可愛いから。けどあんまり機会がないから。そう、だからあんま持ってないかも、古着は。なんだい？泣いてるぜ。そんな気に入ったものしか買わないから。まあそうだよね。あと10分くらいで終わりますね。古着大丈夫？大丈夫な人だけど、あんまり買わないかなって感じ。外ならどこで買うことが多い？栄とか免疫とか。あっという間だって。またやりますね。福屋さんで後でまた来ますって言って行かなかったことある。また来ますとはね言わない。なんかちょっと考えますみたいな感じで言うかな。祝福タイムする？しますか？古着はなんとなく難しい。動物のあれはまだ迷ってる？ん？まだ悩んでる。ゲームは買わないかな。買わないと思う。迷った後で行ったら売り切れほど切ない。それはわかる。なんか売りなくなっちゃった途端になんか余計欲しくなるとかはあるよね。仕事帰り、こんにちは。こんにちは。話変わっちゃうけど、ヘアケアってなんかしてる？髪の毛はなんかとりあえずお風呂出てその濡れてる状態が長いと良くないから
できるだけそのお風呂出てから髪の毛乾かす時間を短くして、あとはその洗い流さないトリートメントをつけてドライヤーするかな。携帯ゲームもね全然しないの、欲しいのゲームをしない。昔は結構ゲームしてたよ。DS とか Wii とかはめちゃしてたけど、今は全然しないです。伸びません。うん、大富豪、みんな大富豪って言ってる最初で質問箱でもしようかなって考え中です。なんか前全然答えられなかったから、前送ってくれた同じのでもいいので、ぜひ皆さん書いてください。声と画面ずれてるってごめんなさい。なんか iPad でやるとずれちゃうんだよね、いつも。ごめんね、みんな見てくれてありがとうございます。椎名さんの質問箱好評でしたもんね。嘘、みんなどう、椎名の質問箱前1ヶ月前ぐらいかな、初めてやったんだけど、同じので全然いいよ、送ってください。握手会できるようになったら行きたいですって、ありがとうございます。待ってますね。またインスタチェックするね、ありがとう。しーちゃんハート作ってください。どう、いけてる？あと5分で終わりますね。みんなありがとうございました。もうご飯の時間かな？まだかな？この髪型好きって、ありがとう。お団子祝助タイム、いけてる？今日もお綺麗で見とれております。ありがとうございます。
ランキング読んどこうかなと思います。13位が田中ジョンさん、12位が作詞斉藤さん、11位がカッチさん、10位が前順さん、9位が高畑さん、8位がアッシーさん、7位がチュリ推しさん、6位がわたわたさん、5位がマさん、4位がフークロさん、3位ジュンさん、2位東京ヘルプミーさん、1位いっちゃんさん、ありがとうございます。あ、間違えた、切るとこだった。みんなありがとうございました。1時間見てくれてありがとうございます。みんな自宅おうち時間を充実させましょう。じゃあまたいつかやりたいと思います。その時はぜひ見てください。またいつかゲリラ配信します。また見に来てね。シナはこの通りとても元気です。みんなも健康第一、元気に過ごしてくださいね。また来るねって、ありがとうございます。今来たって、もう終わっちゃうんです。来てくれてありがとうございます。またね。じゃあ終わりたいと思います。それでは、あ、間違えた。またね、バイバイ、ありがとうございました。バイ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 。